皆さん、はじめまして。兵庫県加西市に住んでいます、ロゴス腹話術研究会の春風小一郎です。どうぞよろしくお願いいたします。2015年1月12日から14日の2泊3日、伊豆天城山荘で第18回のロゴス腹話術天城セミナーを行われました。それについて報告いたします。キリストの最後の説教という題で、家族になれという題で、2泊3日のセミナーが行われました。ロゴス腹話術研究会は野田一郎牧師、春風一郎師匠が主催する腹話術でして、人形を通して神様の言葉を伝える伝道する腹話術がロゴスの腹話術です。この腹話術を学ぶためにこの2泊3日の天城のセミナーに皆さんは参加しております。3日間を通して祈りを中心として、一郎師匠から技と心を学びます。一郎師匠より一人一人の腹話術の技をチェックしていただいて、腹話術の技術の向上をしていきます。また、チャップレンとして鶴田達治先生より4回のメッセージをいただき、聖書の御言葉を学びました。天城山荘の皆さんの温かいおもてなしにいつも感謝でいっぱいです。特に天城山荘の食事は最高に美味しいので、心も体も満たされて、祈りのうちに充実した3日の研修会でした。ロゴスのモットーとしてですね、一郎師匠はこのような言葉を私たちに伝えてくださいます。キリストは私を罪から救い、腹話術は私の人生を変えました。ロゴスの腹話術はキリストの腹話術です。一郎師匠の温かいお祈りにいつも支えられて、ボランティア活動伝道に励んでいます。この3日間のセミナーで参加した皆さんは、キリストの技と心をしっかり学び、それぞれの場所に帰ってキリストの腹話術、ロゴスの腹話術をこれからもしっかりと続けていきたいと思っています。以上、第18回ロゴス腹話術天城セミナーの報告をいたしました。